スタイリスティックスはアメリカのブラックミュージックのグループ、フィラデルフィアソウルの主要アーティストの一つ。黒人コーラスグループの中でも甘く洗練されたスイートソウルというスタイルが持ち味。リードのラッセル・トンプキンス・ジュニアのファルセットを売り物として人気グループとなった。1968年結成。1971年にフィラデルフィアで デリフォニックスのプロデュースで成功を収めていたトムベルの力添えによりアルバムスタイリスティックス登場でデビュー。この中からベッチャバイ、ゴーリーワウ、ストップ、ルック、リッスン、ユーアーエブリシングを立て続けにヒットさせた。ユーアーエブリシングとストップルックリッスンは1973年にダイアナロスとマービンへのデュエットでカバーされた。ベッチャバイ、ゴーリーワウは あとに、プリンスがカバーした。1973年にリリースされたサードアルバム、ロッキンロールベイビーの収録曲、誓いは彼らの代表曲となった。だが、この直後にトムベルがプロデュースから外れ、ベルから楽曲が与えられなくなる。1974年以降は、バンマッコイやヒューゴ・アンドル・イージのプロデュースにより、ディスコ風の曲中心に路線変更した。 それまでのソウルファンが離れたことで、アメリカ本国では人気に、陰りが見え始めた。6枚目のアルバム、サンキューベイビー収録の、愛がすべては、イギリスでは、ダブルプラチナを獲得し、日本でも、ヒットとなった。しかし、他の多くのソウルコーラスグループと同様に、ディスコブームの波を乗り切ることはできず、アメリカでのトップ40ヒットは1974年の、 Let's put it all together が最後である。1980年代以降は、ヒットに恵まれないながらも、メンバーチェンジを繰り返しながら21世紀まで、地道に活動を続けている。また2004年には、オリジナルのリードシンガー、ラッセル・トンプキンス・ジュニアがニュースタイリスティックスを結成して活動中。来日公演の回数も、非常に多い。ありがとうございます。